巡り上げたね。ようこそ満開カンパニー。あの日あの場所で話した二人の夢を僕は忘れることができない。君との夢を捨て去るくらいなら僕はモンタギューの名を捨てる。魔球師よ、分かってほしい。お前はこのベローナの町に必要な存在だ。迷いを断ち切れないというなら俺がこの手で決着を。ここでまさかの神父登場ね。みんな喧嘩はやめるんだよ。いやないから、シトロンさん勝手に出番増やさないでほしいっす。どうまいまいね、ナイスチャレンジだったよ。なんで自分で言うんすか。どんまいですシトロンさん。まあシーンの終わりだったし、それにちょうど時間かな。そうですね。じゃあ今日の稽古はこれでおしまいにしましょう。みんなお疲れ様。お疲れ様です。お疲れっす。おつ、もうヘトヘトでお腹ベコベコだよ。お腹すきましたね。ま、気持ちはわかるけど。みんな頑張ってたからね。すぐ晩ご飯にするから。今日もメニューはカレーっすか。それは後のお楽しみ。でも咲夜は弟たちと違ってあんまり好き嫌いなさそうだな。何でも美味しく食べそうだね。そうでもないですよ。俺セロリがどうしてもダメなんです。苦くて。お子様ね、昨夜のそういうとこも弟だな。好きな食べ物がナポリタンっていうのもちょっと子供っぽいかもね。そんなことないです。だったらみんなの好みも教えてください。別にいいけど、好きな食べ物はそうだな、一つあげるならあんかけ片焼きそばかな。嫌いな食べ物は何ですか。思いつかないな。弟たちの苦手なものとか引き受けてると好き嫌いする余裕もないっつうか。ズズル君さすが兄の鏡ね。俺は手の届く範囲に宅配ピザとコーラさえあればいい。いつか他の人のリクエストも。皆さん話は聞かせてもらいましたよ。支配人、キッチンに隠れて何やってるんすか。いや、お腹が空いて夕飯を食べに来たんですけど、皆さんが楽しそうに話をされていてずっと出ていくタイミングがつかめず。いやいや、タイミングとか気にしなくて大丈夫ですからね。ですが、おかげでいいお話が聞けました。え、どういうことですか。この松川伊助、ずっと劇団のために頑張ってる皆さんに何かお礼がしたいと考えていたんです。嫌な予感しかしない。皆さんの好きな料理を全部私がご用意します。ごちそうさま。待ってください、話は終わってません。いや、今回はマスミの気持ちがわかる。